見事な空になりました。さすが榎本蓮太だと思います。今日一日この青空のこと元気いっぱい元気に競技したいです。どうぞよろしくお願いします。おめでとうございました。本年度も怪我、骨折などの応急処置をしていただきます柔道部整備士前田先生と川東先生を一応お願いしています。よろしくお願いします。審判長軍事田中審判長、おはようございます。注意事項を連絡します。対抗リレーでよくこける人を目指すので走る前には必ず準備運動をしてください。それから町会対抗リレーの一般の部に出場する方はアルコールは飲まないようにお願いします。それでは競技についてプログラムの順番で行います。ただし2番目綱引き、4番目ゲートボールリレー、7番目宴競争、15番目対抗リレー小学の部、16番目対抗リレー一般の部の5種目は町会対抗競技になります。町会対抗得点は綱引きを除き全種目1位10点、2位8点、3位6点、4位4点、5位と6位は2点、綱引きは勝ちチームは10点、負けチームは5点、危険の場合は出ないと思います。それから今年は30回目となりますので8番目に30周年記念サッカー PK 合戦を競技に出ています。町会対抗になりますが得点は関係ありませんが1位から3位まで豪華な賞品が出るように聞いていますので頑張ってください。最後に抽選会がありますがプログラムから抽選券を切り離さないようにしてください。最後に担当者が切り離しを行います。1人1枚です。それでは今日1日怪我をしないように楽しんでください。以上です。続きまして選手を代表して榎本十一商会代表山内龍久さん、山下優奈さんの選手宣誓をお願いします。すごい。
岸本。